はい、それでは早稲田大学踊り侍様のさんの、紹介をさせていただきます。チーム紹介文読みさせていただきます。私たち早稲田大学踊り侍は北は北海道、南は高知まで全国各地を踊り狂っている学生よさこいチームです。見てくださる方に元気、感動、衝撃をお届けすべく日々熱く泥臭く活動しています。ぜひご覧ください。はい、それでは、2つほど、質問させていただきたいと思います。まず1つ目、たぎれという演舞名ですけれども、こちらの演舞の、魅力を教えていただきたいと思います。はい、私たちは関東の学生よさこいチーム、ひいては日本のよさこいチームの中で最も熱いチームになりたい、そんな目標を掲げて、活動しております。そんな、この小鳥侍は、今年度演舞熱さをテーマに、向き合ってまいりました。一人一人の熱さというものは千差万別で、それぞれの熱いたぎる姿をぜひ目に焼き付けて見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。あと2つ目、すみません、チームの魅力を教えていただきたいと思います。はい、私たちは踊り侍結成して21代目ということで、この21代目踊り侍のみんなはとても温かく、日々活動しており、1年間のテーマである実りというテーマが今に全力になるというテーマでこの1年間向き合ってきております。はい、この原宿のこのスーパーよさこいも、今に全力になる、そしてお客さんをキュンと魅了させるというテーマに、日々向き合ってまいりました。ぜひその姿をご覧ください。はい、ありがとうございました。お手拍子、お心拍子のほどよろしくお願いします。踊り侍2022、いざ、たぎれ。信じることが未来を照らす光。
嘘偽りなくこの声を届け。目を見合わせ、背中を預け、大地を鳴らし、またねと告げる。一人じゃ果てた、避けないけど。Shoot!